年分土社とは、中国や日本のように、各年の総にの出家特度の定員が、律令などの国家の規律によって、国家の統制を受けた社会において、規定されていた定員に入ったものを指す。対して、定数以外の土壌制として、皇帝や天皇の恩恵として、特温土蔵の制度や、国家財政の面から行われた売り土の制度などがある。中国では、 土蔵制度が確立し始めた南北朝時代の北義の広し平成2年の霊大号による例に、と見える。実際には、この例自体は実行されることがなかったが、北朝当時に年分土蔵の制度が行われていた、ことは、俗高層伝中の各層の伝記によって知られる。当代になると、中層の新龍2年に、死刑土蔵の制度が始まり、過挙制度と同様に、 教典に関する試験に合格した者のみを得度させる制度が開始される。平安時代初期、拡大時や各周波において1年間に得度することが許された者の,のことで、その人数は朝廷によって決められていた。年分学生、単に都市分とも呼ばれた。奈良時代以後は土円の制が取られてきたが、この制度が乱れ得度者が増加し弊害が生じてきたため設けられた制度である。 ありがとうございます。